比江島、スコット、スリップ気味に行ってファールもらってバスケットカウントになりました。まあ、こ う, うまくそうです、ね、オマラ選手をバックスクリーン、はい、で止めましたね、はいはい、4秒3秒森山の手に引っかかってフォト打てるかどうか打ってきた。大阪戦ではねこのガドソン選手がコントロールするパターンでこう得点をね序盤は量産したんですけれども、はい、やっぱり宇都宮もそこは分かってますからねやらせないですよね。で今フォトも絡んでいきましたが、はい、まあ単純にこう宇都宮ブレックスの方にねあの高さでとこれ、これですね、走りたい、はい、ガドソン、ただ1対3の状況、あー逆に2対1になってしまいましてノールック比江島、これを見てルイスギルヘッドコーチが慌てて選手交代、ティーラーが出る準備をしています。それから北川も出る準備をしています。宇都宮ですね、エリアを守ってますね、はい、あーうまい、ゴトゥなんか、まあ、あのこれから、まあ、まずブレックスで、ね、より出番を掴んでいくためにディフェンスの部分なんですかね。北川空いた、はい、最初のスリーを入れてきた北川です。ヒーラーのベースラインアタック、うん、キックアウト、北川アタック、はい、合わせるホトゥ、はい、セカンドチャンス、いや素晴らしいですね。まあオフェンスの部分もちろんいいんですけれども、はい、やっぱりディフェンスですよね、はい、もう宇都宮ブレックスのディフェンスが血がレックスさずにやっぱり思い通りのことを何もさせないと、またスリープ気味ちょっとここでマンツーマン気味に変わって北川ミドルショット、あこれを決めてくると楽ですね。あのここのところ北川選手の調子が上がってきてるんですよね。滋賀は林翔太郎も出てきました。遠藤空いた、スリーどうかコーナー、あいいですね、これランシュート自体は遠藤選手はいい、カブセと竹内、おー林翔太郎食いつく、5秒ですが遠藤ここから打ってくる、来ましたね今日は連発、これは今日は来ますね、あー早いこれですね、そして早いオマラ、おーストッと戻る、戻った、林もプレッシャーをかけます、あーファンか、中では本当にチームを引っ張ってもらいたい選手ですね。もうシーズン前からこう、うちは若いからもう思い切って前から行くというところを大事にしているということを話していました。スミスと柏倉、あとはこのゴール前のプレッシャーをどう剥がすか、ブリッジ行った、スピーラー取る、比江島前誰もいない、フォトゥー、もうファウルはいけない、ね、やっぱりサイドライン際にこう追い詰められてもうどうしようもないですよね、トラップにかかってしまっ、まあ、縦に割るといろいろ起こりますよね。あで、おーダメだ、おーブリッツかわす、北川が今度は空いた、あよく決めた、本当にシュートタッチ好調な北川、わスミスのピークフォートゥーついていく、小沢ベースライン際、はい、叩くフィーラー、 そうですね、そしてフォトゥー簡単に入れる、ファールあってバスケットカウントになりました。宇都宮が早い攻撃を見せました、いい形でしたね。ラベナ、林、それからオマラと今スコットになっています。そしてガドソン、小沢というメンバー、フォートゥこれうまいんですよね、本当に激しくいくる、空いた、フェイクしてショートコーナーからです、おお来ました、これで第2クォーター終わります。50点に達しました宇都宮です。山口さん、前半振り返ってどんな印象でしょうか。そうですね、やっぱり宇都宮のディフェンスがねこうゲームの、主導権をね完全に引き寄せましたよね、比江島、スコットのピックを使って遠藤が入ってきてミドルショット、あパッチがいいですね、今のも難しいね、そこに任せたんです。比江島2人飛ばしてフォトゥー22点、そうしてこの10分間宇都宮がよく得点を取れた理由というのはどういうところだったんですか。まあ、やっぱりいかに、シューターが楽な状態でシュートを打たせるかというところね、はい、うまい形だったんですが、スキッパス、エンドオープン、
回下がります。3秒2秒打てるかどうか。1秒1秒打てない。4対2のアウトナンバーです。テーブス、ボトゥー、ミスマッチ承知でボトゥー。うわー、この距離から入る。またスコットに入れてきてテーブス空いた。おー、綺麗に決めてきました。本当にシュートさせないので、かなりこうフラストレーションをためながら、うわー、うまいフェイク。比江島70点に達します。まあ当然そのね、ブレックスちょっと逆転負けがこう、ね、あったので、はい、うわー、テーブス当然注意したいところではあるんですけれども、はい、まあ、うまく今川がこの後出る準備をします。違うです。北川キャッチアンドショットスリー、来た。これです。今川まずリバウンドで頑張りました。そしてオマラ、あー、ブロック。今度はフィラーと今川です。おー、いいですね。フィラー渋田と間を割って竹内合わせる。今川を飛ばして冷静に決めます。竹内からフィラー、7秒、竹内、あー、いい動き。テーブスとフィーラー、おー、ノールックのキックアウト。渡辺、おっ、まだ5秒ありますが、テーブスアタック、渋田を倒してコールなし。ディフェンスに対して、なのでどうしてもプレーの精度は落ちてしまっている部分はあるのかなというふうに思いますね。渡辺空いた、スリードでしょう。あ、長いフィーラーからのパスでした。アレアスリードか。やはりシューター陣が気持ちよく打てているという。さあ、そのジャワトが早速ボールを持って、ジャワトと小沢、アレアとフィーラー、力強い速い回し方でした。しかもこれファールありますか。エンドワンですね。ね、判断が早かったですね、アレア選手。マッチですからね。インドネシア代表、そのジャワト、スリーが打てないか。コールなし。アラヤがいた。おお、入りました。今シーズン2度目の100点ゲームということになりました。今シーズン最多得点です。試合終了です。102対65。宇都宮ブレックス、今シーズン2回目の100点ゲーム、滋賀に快勝となりました。宇都宮ブレックスの勝利となりました。